江戸時代から人々の生活に欠かすことができないお江戸の海。そんな海を守っていくための海と日本プロジェクト in 東京。このプロジェクトは次世代へ海を引き継ぐため、海を介し人と人とがつながるさまざまな取り組みを実施する日本財団のプロジェクトの一環です。今回は都心からやってきた小学生を対象に、神津島の美しい海で行われた海の安全教室についてお伝えいたします。まずは神津島村役場の梅田さんから海に入る心構えをお話ししてもらいます。1つ目、自分の体力は過信しない。もう一つはライフジャケットをつける。3つ目、マリンシューズを履く。ガンガゼと呼ばれるウニの一種、こういうものから身を守るためにもマリンシューズは絶対に必要になってきます。最後もう一つ、準備運動は必ず行う。準備運動もしっかりして、普段はあまりつけることのないライフジャケットの装着方法を教えてもらいます。あと一応この紐も股のところじゃん通してありますか。ここの足通ってないと抜けちゃうからね。続いてシュノーケリングのやり方、役場の方々が丁寧に教えてくれます。そして待ちに待った海へ。みんな神津島の海を楽しんでいますね。海の安全教室どうでしたか？これから海の安全を守って楽しく海で遊びたいです。神津島の海で学んだこと忘れないでくださいね。海と日本プロジェクトの活動内容は Facebook などで情報を配信中です。ぜひチェックしてください。海と日本。